ノゴメトニクルブオリンピア・リュブリャナは、かつてスロベニアの首都リュブリャナを本拠地としていた、サッカークラブである。1911年に、SK イリリアとして創設。翌1912年に NK ヘルメスを合併。1936年には、同じリュブリャナに、本拠地を構えていたライバルのアスク・プリモリエと合併し、SK リュブリャナになり、第二次世界大戦勃発まで活動を続けた。 終戦後の1945年から48年の間は、元 SK リブリアナの選手とディータボルト・ディー・ウダルニクが合流して NK へのトノストとして活動。1948年に NK オドレドニー、1961年には NK トリグラフ、1962年にオリンピアという名前に改称された。2004年末に7億トラールの負債を抱え破産し、 解散するまでは、スロベニアサッカー界において、最も成功したクラブの一つとしてみなされていた。ありがとうございます。